勝手に話進まれちゃってんだ、バトルが。ここのね、バトルはね、俺、毎回ちょっと目つぶってんすよね。何、フレンドの部分にね、花婿イデアとかのネタバレが出てこないように、もう必死なの、もう俺。やっぱ引きたいし、見たいじゃんっていう。あ、レオナとビルだ。ほんと？炎のみか？じゃあ、水かな？じゃあ、ビルさんかな、ここは。そんな雰囲気で。あ、これ、あれだね、花嫁ちゃんと、ここの会場にいるイデアにこれ言わなきゃね。あの飾り、俺とグリムとエースとデュースが頑張って取ってきたんだよって。突然ゴーストに取り囲まれて、縄でぐるぐるに縛られてんの、お前今。あげく強制結婚？花嫁ちゃんどうすか？かわいいっすか？学生結婚する気な、え、学生結婚あるの？これ。イデア様ったら、楽しそうに飛び跳ねてるわ。何それ？楽しそうに、何？どういうこと？あ、縄で縛られてるから、こう。暴れて抵抗してるのを楽しそうに飛び跳ねてるように見えてるってことね。元気いっぱいなところも素敵。あいつ一番元気ないんだから。バーや。およそバーやとは思えん。髪の毛とかなんか、花嫁ちゃんとの差がすごいな。あ、バーやなんだね、じゃあ君は。ついに理想の殿方が、本当にようございましたね。イライザ姫君。あ、イライザちゃんね。あれか、シリの先輩？イライザちゃんだよね。ちゃんって言っていいのかわかんないけど。理想の王子様と結婚するのは、幼少のころの姫様の夢でございました。ああ、なるほど。もう、バーヤだから小さい頃から知ってんだね。まさか、その夢を命と共に奪われるとは、運命とは、なんともむごいものか。ああ、なるほど。死んじゃったからね。あの時、このバーヤが、もっと早く姫様のお部屋にたどり着けていれば、鬼が死できたのに。もう、バーヤったら、また昔の話？過去のことをそんなに落ち込まないでよ。ね、すごいニコルしてるもん、姫、今。すっごいニコルしてる。もういいじゃない。悲しいことも、苦しいことも、イデア様に出会うために必要なことだったんだから。姫様、ちゃんとけなげていらっしゃる。いや、勝手に話進めてますけど、拙者にお断りしますする権利は？うるさいやつめ。姫様の花婿に選ばれたことを喜べ。喜ぶ？拒否権も与えられずゴーストと結婚させられそうになっているんだが。お前にはわかるまい。ふっくらしたゴーストってもう名前ディスられてるけど、あの天真爛漫な姫様と永遠にいられることが一体どれだけ幸せなことか。そんなに言うだったら君が結婚すればいいじゃん。揉め事？チャビーって言うんだね。チャビー、イデア様に意地悪したらダメよ。だって私の旦那様になる方なんだから。はい、申し訳ございません。あ、太った君、チャビーって言うんだね。なんかキャラ名出てんの？あれやな。なんか今もうジーヤだったらジーヤじゃん。太ったゴーストのままでもよかったけど。姫、大変でございます。どうしたの、ジーヤ。そんなに慌てて。あ、目開いてる。キーマンだね。門番より報告が。姫様への求婚者が多数押し寄せ、参ったとのこと。なんかかぐや姫みたいだな。求婚者？ 驚くんだ。あ、その部分も驚くんだ。みんな、イデア殿と同じナイトレイブンカレッジの生徒のようです。なんかよくわからんが、これは解放されるチャンス。ナイトレイブンカレッジの生徒はみんな高スペックですぞ。金持ち、陽キャ、俺様、可愛い系、意識高い系、よりどりみどり。そうね。拙者よりずっといい花婿が。大丈夫よ、イデア様。どんな相手が来たってちゃんとお断りしてくるわ。だから安心してここで待っててね。って全然人の話聞いてない。 大変だな、イデアはイデアで。ジーヤ、バーヤ、私が求婚者の対応をしている間にイデア様の準備をお願い。準備？は、ジーヤとバーヤ双子？ え、準備？何？準備って何？思い出に残る最高のファーストミート、楽しみにしてるわ。お任せください。わしらが腕によりをかけて、イデア様を完璧な花婿に仕上げてみせます。よるな、よるな、怖い怖い。近寄るな、うわーって言って終わるんだな。え、殴った？ あれ、
ボコボコにされた。準備って殴ることだったのか。姫様への求婚者が一度に7人もやってくるとは。僕になってる。この僕こそ誰よりも花婿にふさわしい男だ。僕？きっと彼女も僕のことを好きになるよ。だからお姫様に会わせてくれないか。おいてめえ、キャラ変わってんぞ。僕はモデルであると同時にプロの俳優だ。状況に合わせていくつもの顔を使い分けることができる。相手は王子様をお望みなんだろう。クライアントのご希望に応えてこそのプロさ。まあ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 、そうね。その取り繕った王子様が好きなのかどうかだけどな。その本物を求めてるって言って、まあ、いいだよ、別に本物の王子様って言ったら王子様じゃないがんな。どうなんだろうか、それは。ヒル先輩、あんた好きでもねえ相手を上っ面だけで騙すつもりなんすか。恋愛ってのはもっと真剣なもんだと思います。お前いいやつだ。せやな、ほんま、まあほんとそうなんだけどね。なに、ウニちゃん語るじゃん。俺はただサリみたいな真似は気が乗らねえっていうか。甘いね、ジャック君。ジャック君、ジャック君。ジャックがずっと突っ込んでる。これは勝負だ。7人の中で誰が最も花嫁の心を魅了できるかというね。そういう点では確かにビル強いかもしれんな。その多分役やったことあんのかな。そして僕はどんな勝負にも手を抜かない。ただそれだけのことさ。気持ち悪い。いつもの方がまだマシだぜ。レオナ君、さては僕に負けるのが怖いんだね。だと？てかあれだね、ちゃんと花嫁に会ってからじゃなくて、会う前からもう役作りスタートしてるね。おいゴースト、わざわざ来てやってんだ。さっさと姫を連れてこい。姫に対してなんでこっちの聞き方、ね、彼も第二王子なんで、彼も王族なんですよ。どこの馬も骨が分からねえから信用できない。どうしても姫に求婚したいというならば、この実力を見せてみろ。一番骨なさそうなやつが言うてきたな。なんかすぐに終わらせてやる。拡張戦闘モードを起動します。優雅さが足りないよ。それとつまらない。どうせ戦うのなら美しく勝ちたいものだ。あ、越権が叶ったんだな。花嫁の越権。あ、ブーケが10か。ブーケも集めねえとな。思ったよりやるではないか。姫様に求婚したいという真剣な気持ちが伝わってきたぞ。姫様への越権を許す。ボールがいい。くそ、なんかこいつらも一時上から目線で腹立つな。越権っつってさ、学費払って通ってる学校じゃないの、ここだって。あら。会場はじゃあ一緒だな。イデアだけじゃ連れてかれたってことか。あなたたちが私と結婚したいという方々？出てきた。あいつがイデア先輩をさらった花嫁ゴーストか。せっかく求婚してきてくれたのにごめんなさい。私にはもうイデア様という将来を誓い合った相手がいるの。彼は背が高くってスラッとしてて、綺麗な肌で目元が凛々しくて、でも私だけにはチャーミングな笑顔を見せてくれて。あ、そうな。生命力たっぷりの髪が。何鉄もする肌の白男が生命力とか言われてる。とってもかっこいい。完璧な方なのよ。全然イデアに当てはまらない。とも微妙に生きれない。そうなんだよね。微妙に生きれないんだよね、これね。あなた方の気持ちは嬉しいけど、素敵なイデア様と比べてしまうと。俺の方が優れてるに決まってる。なんで、だからなんか、この二人が一番ノリノリじゃねえか。お二人とも、完全に目的を忘れていますね。もう、しょうがないわね。そんなに言うなら、あなた方が私の花婿にふさわしい理想の王子様かどうか、試しましょう。じゃあまずは、ワイルドだけど、お耳がキュートなあなたから。俺だな。まあまあまあ、ワイルドだもんね。でも、ワイルドでお耳がキュート言うてさ、ほら、ジャックもいるけど。でも、キュートなお耳の部分で言ったら、やっぱ、レオナになるのかな？知らんけど。自分でキュートなお耳と自負している？俺はレオナ・キングスカラーだ。どんな試練だろうと関係ねえ。俺を選ばせてやるよ。ゴン！私、
歌ってんなこれ待って、このなんか笑顔のやつ2つもある。私きっと待ってたの。は？そうよ、ずっと待ってたの。あ？優しく微笑むあなた。こいつ頭おかしかったんかなって思ってんかな。なんでこいつ突然歌い出したんだよ。さまよいすぎておかしくなったのか。却下。え？あ、はいはいはい。あ、おばっ。バッチン行かれてるけど、レオナが。絶対、ナイトレイブンカレッジにいたら絶対見ることのない光景だよ、これ。えっつぇ！なんだ？突然ゴーストが平手打ちをかましたぞ。信じられない。姫が歌ってるのに、デュエットしてくれないなんて、待って、イデアはしたんかじゃ。あなたなんか、全然王子様じゃないわ。レオナ先輩。俺らの中で唯一本物の王子なのに。次、金髪の髪が綺麗なあなた。で、ビルかな？いや、僕の名前はビルシェーンハイトだ。それじゃあ、ゴン！あ、で、また歌うか。もう覚えてないよ、俺。私、きっと待ってたの。僕を、きっと呼んでる。あ、ディズニーっぽい。なんかすごいディズニーっぽい、今。そうよ、ずっと待ってたの。そうさ、ずっと呼んでる。優しく微笑むあなた。何？ゴーストのわけのわからない歌についていってる。しかもハモリまで完璧ですね。ああ、ビルならできそうだな、確かにな。いつまでも君とこうして歌っていられるよ。だって、君に僕のことを好きになってもらいたいから。素敵だわ。それじゃあ、あなたが飼っている犬のお名前は？なぜ突然犬の話に？僕は寮生活だ。犬なんて飼ってるわけ。キャッパ！全員の王子が犬飼ってるとは限らん。な、いったこれも絶対見ることねえな。だって誰もレオナにもビルにもビンタするやついないんだもん。信じられない。私の顔にどれだけの価値があると思ってるの？モデルだしな。あ、いつものビル先輩。あ、違う、ジャックだ。あ、いつものビル先輩だ。ベタちゃん先輩もビンタされてんじゃん。口笛一つでピンスに駆けつける大きな犬を飼っていないなら王子様じゃないわ。いや、いるけど、そういう犬。すごく偏った王子様像だな。レオナ、ビル、大丈夫か？ん？二人とも固まってどうした？平手打ちされたのはそんなにショックだったからか？動けない！え？どういうこと？ほう。うん？ビンタにその能力あんの？ねえよ。